はい、こんにちは、ゼボのバイオリニスト穴澤雄介です。今日演奏した曲はですね、これ多分私が高校3年生の時かな高校3年生の時に作った、曲です。まあ、結構悲壮感を感じていただけたかなと思うんですけど、当時私が、バンドを組んでいた、メンバーが私高校1年生の頃の担任の先生と結構仲良くて、その先生がギターでバンド組んでたんですけど、そのギターの先生の、お宅にはよくね遊びに行ってたんですね、高校時代から、ところがそのね、先生の娘さんで、みおちゃんっていう女の子がね、当時4歳とかだったのかな、髄膜炎かなってお亡くなりになってしまったんですよ。すっごい先生も落ち込んでて、まあ、私もすごいね、みおちゃんとも遊んでたから悲しかったんですけど、でもその悲しい出来事から1年ぐらいした時に、まあ、なんか心の整理がついたんでしょうね、あるいはつけたかったのか、その先生がみおのために何か曲を書きたいんだけど、俺はコード楽器の人間だから穴澤にメロディーを作ってほしいんだよって言って、先生がこんな感じのコードで考えてるんだけどさって言って弾いてくれたのに、まあ、私が、そのコードでまみおちゃんの思いを乗せて、書いたという曲でした。もうね25年以上ですよね経つ、曲ですけれども、ちょっとまたこうやって弾くと当時を、ね、ちょっと思い浮かべて少し感情移入しすぎてしまいましたけど、いかがでございましたでしょうか。またエレクトリックバイオリンで昔の曲なんかも含め、もちろん今現在の曲も含めお届けしていきたいと思います。ということで、よかったら、チャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。